はい、お疲れ様です。今回はですね、新日本プロレスのベテラン選手の扱いに関してですね、私が思う見解をですね、とことんお話ししていこうかなというふうに思います。はい、今現在ですね、真壁選手と四虎が、異議を唱えてですね、ネバー6人タッグが今週組まれた形になっておりますが、まあ、今回のこの真壁さんと四虎の主張に関してですね、僕が思ったことは、いや、これはこれでいいんじゃないですかっていう。で、結局タイトルマッチっていう風な形につながって、これは僕は非常にいいことだなっていう風に思いますね。なおかつ僕はこの今回の後楽園ホールをチケットを買ってね、見に行くんで、現地に観戦に行く側の身となった時も、こういう風な感じでこのベテラン選手でも、スポットが当たるっていう風なところに、じゃあちょっと会場行ってみようかなって思う気持ちに実際になったんでね。まあ、この日の後楽園は、オスプレイがね、出場するからっていうところもあって、まあ行こうかなと思ったんですけど、僕基本的にね、後楽園のそのテンプレ前哨戦マッチとかあってほとんど行かないんですよね。なんですけども、まあ今回オスプレイ参加するし、なおかつネバー6人でね、なんかすごい会場盛り上がりそうじゃないですか、このベテラン勢のタイトルマッチとかってなると。まあそういうところも踏まえて、何かしらの形でこうスポットが当たるっていう風な形は僕はいいことかなというふうに思いますね。そしてですね、今までこの新日本プロレスがこのベテラン選手に対しての扱いがもう雑すぎる、雑すぎるっていうか、もうベテラン選手は、もう本ストーリーからもうほぼもう除外していくっていう風なスタンスですよね。この件に関して僕が思うのは、さすがに第一線級とかでやらせろ、そこまで持ってけっていうふうには思わないですけども、定期的にスポットを当てるっていうふうな形で、まあ、たまに、ストーリーラインにちょっと絡めてほしいなって思いはありますね。さすがにね、やっぱり若い選手をね、活躍していくっていうそこの方針は十分理解してるんですけれども、たまにこう味わうこのスパイス的な感じで、こういうベテラン選手もね、ただ第一試合の前座だけでノーテーマで、そこで干していくよりだったら、今回のようにたまにこうスポットを当てるっていう風な形を取ってほしいかなっていう風に思いますね。何より僕が気になるのが、その理由として、新日本プロレスのこのカード編成で、この誰も望んでないリマッチとかばっかり組んでくるんだったら、いやいやいや、そこのじゃあリマッチ枠ベテラン世代にちょっと枠譲ってもいいじゃんって思っちゃうんですよね。例えばあの TB 王座でのさ、あのザック対コブのね、誰もそこ求めてなかったんだけどもっていうリマッチとかよくあるじゃないですか。あと高木太一とかも KOPW で何回やんねんっていうぐらいとことんやってきたりとか、そうやってこうリマッチ組んでくる余裕あるんだったら、じゃあそこの枠ね、永田さんとかに渡してもいいんじゃねとか、小島聡にね、渡してもいいんじゃねとかって思っちゃうんですよね。例えばもうコブザックとかさ、リマッチ組むよりだったら、じゃあそこの枠永田さんにさ渡してさ、永田ザックとか、僕はそっちの方が見たいっすね。こんなリマッチ連発するよりだったら。KOPW もさ、小島高木とかもやってもいいかなって思うし、あとはもう真壁高木の KOPW とかもいいんじゃないかなって思っちゃったりしますけどもね。この KOPW のなんかこのね、変則ルールとか、まあ今バラエティ部門担当の真壁さんだったらね、うまくそのルールとかも生かしてくれんじゃないかなって思ったりするんで、だから、第一線の常にこうスポットを当てるっていうような役割はそこまでする必要はないかなって思うんですけども、やっぱりこう定期的にタイトルに絡めたり、そういう風なところは取ってってほしいなっていう風に思うし、取ってった方がやっぱりそのカードとか見てる側の熱とか見てる側としてもやっぱ面白いかなっていう風に思いますね。
まあさすがに天山はシングル路線でねやらせるのはちょっとまあ難しいかなと思うんですけど、まあ小島永田ギリ真壁ラインはまあいけんじゃねえかなって、まあ真壁さんはね KOPW ぐらいだったらがちょうどいいかなぐらいに思うんですけども、うん、いや永田さんとかさ新日本プロレスってまだなんだろうな、このノーテーマでやらせていくのもったいねえなって思っちゃうんですよね。前日の永田さんの防衛戦とか見てましたけども、動きのキレとかね、いやもう永田さん化け物かっていうぐらいすごくキレがあったんでね、うん、やっぱり永田裕二まだまだ健在だなっていうのを僕は全日本のね三冠戦を見ててすごく感じたんで、実際僕も前日の後楽園見に行ってすごい良かったのがね、永田 T ホーク戦 5.29 のね後楽園でやってた三冠戦なんですけども、あれがすごく面白くてね、で T ホーク選手って今グレートのトップでまだ年齢も若くて今全盛期とも言っていい、もうイケイケなパワーもあってスピードもあってすごいいい選手なんですけども、そのね T ホーク選手とほぼ互角というかね、全然その衰えをね感じさせないような永田さんの試合を現地でね見たんで、やっぱりねそれ見ちゃうと新日本プロレスでノーテーマでやらせていくのはちょっともったいねえなって思っちゃうので、やっぱりこう定期的にね、うん、まだまだ動ける永田裕二っていうのを、うん、ちょっと新日本プロレスもね生かしてほしいかなっていうふうに思うんですよね。これぶっちゃけて言っちゃうとね、今の棚橋さんよりだったらね永田さんの方がコンディション安定してんなって思っちゃってるってのが僕の正直なところですね。で、まあ、一応新日本の現状のやってる策として、その他団体に出場させて、まあ、他団体でスポット当てさせるっていう風な形は一応取ってるんですけども、いざその他団体でのその活躍が終えて新日に戻った時って、その他団体の活躍ってもうなかったかのように、当たり前のようにもう新日の元通りのポジションに戻っていくっていう、なんかその構図っていうのも結構見てて悲しくなるですよね。できればその僕的にはじゃあ他団体でね活躍したんだったら、その他団体でその活躍したその熱とかそういうのは、まあ、多少なりとも新日本プロレスに戻ってきた時に還元させてほしいなっていうふうには思うんですよね。ただ新日本に戻ってきた時にはもうね、新日側からしてみたら他団体でどうこうした格とかそういうのなんてもう我関節状態で全くもうリセットしてくるんで、まあ、この辺もねちょっとどうにかしてほしいかなって思っちゃったりはしてますね。あとついでにもっと言うと鈴木みのるとかもね、まあもう完全に窓際に追いやられてるポジションですよね。だから鈴木みのるもねもっと試合見たいんですけどもね、まあ完全にもう6人タッグ要員ぐらいな感じでもう鈴木みのるにスポットが当たるっていうことはこれから先ほぼなくなってくるかなっていうふうな感じですけどもね、一応まあ今成田の保護者的な役割で、うん、まあ、そこの役割でちょいちょい光ってはいるんですけども、鈴木みのる単体でのそのスポットが当たるっていうことはこれから先の新日本でないんじゃないのかなって思っちゃったりしてるんで、まあ、この辺もねまだまだ動けるね鈴木みのるの試合っていうのはちょっと見たいんでね、うん、だから鈴木みのるもさ TB 王座とかに絡ませてさザック対鈴木みのるとか、いや早く組んでこいよって思っちゃったりするんですけどね、もうさっきも言いましたけどそのジェフコブとのさ誰も望んでねそのリマッチ組むよりだったら、だったらじゃあザック鈴木みのるやれよって思っちゃいますけどもね、うん、まあ、ザック鈴木みのるとかもねこのプロレス界に残ってるまだ残されてる夢のカードの一個だと思うんでね、まあ鈴木みのるが本当に老け込む 前にねこれはちょっと早めにやってほしいかなって思いますね。はい、というわけでまあいろいろとね長々と喋ってきましたけれども、まあ、まとめると僕のこのベテラン選手の扱いに対する見解は、まあ定期的にスポットを当てさせる形は作ってほしいなというふうな気持ち、またさらに言うと不必要なリマッチを組むよりだったらそこのリマッチ枠っていうのはベテラン選手に渡してくれた方がもっと僕的には楽しめるなっていうふうな、そんな感じの見解ですね。まあさすがに本間選手とかも厳しいですけどもね、まあ
やっぱ長田、小島、鈴木みのるラインっていうのは、まあ、シングル戦線でも、もうちょっとね生かしてほしいかなって思いますね。はい、はい、というわけで結局今回の動画で何を言いたかったっていうと、ストロングスタイルのユニットができてしまった影響で、あの3人が入場してくるときっていつも成田のテーマ曲なんだよね。いやもうそろそろいい加減にさ、風になれ聞かせてくんねえかなってこと。